シュートほとんど打ってない。で何が違う、ね、俺後ろから声出したよ、組織的に言ったよ。でもこれをやってこれでやって何になるの、個人個人で目指すものがあるじゃん。俺が言ってできる必要か、そのために来た、違うじゃん。自分で主導権握って後ろから怒鳴り散らせよ、なんでそうやって出てこない。言ったよ、これは自分のチームだよ、お前のチームだよ、お前のチームなんだよ、やっていいんだよ、好きなように。負けてんだよ、なんで黙ってやれんだよ、もっと言えよ、言い合えよ、喧嘩しろよ、勝つためだよ、活躍するためだよ、帰ろって。ここはそういうチームだよ、何でもいいよ、自分が活躍するため、いいプレーするため、このチームが勝つためにやれ、何でもいいよ、間違ったことなんて何もないから、過程だよ、過程、成長するための、上手くなるための、それを存分に使えって。 OK、 行こう。Thank you.
結果ね、まあ、惨敗ということで、まあ、俺らは勝ちを目指して戦ったわけだし、ものすごく勝ち負けっていうのは重要で、一番重要、本当にだけど、まあ、一番重要っていうのはそのチームとしての、ものであって、でこれからみんながね、今日この後からの時間に対しては、今日勝ったか負けたかっていうのは正直本当にもう何も意味がないと。このチーム、このメンバーで戦うことっていうのは多分この後今後ないかもしれないし、今日このチームが FCC 的な 100% のチームだった、それを持って負けたっていうのは動かさざる事実だから、これをしっかりと受け止めた中で、一番俺は考えてほしいのは、今日最初から言ってた自分自身がどれだけ自分のやりたいことをイメージをしてきたことができたのか、もっと重要なのがそのためにどんなことをしたのか、その過程っていうものが、ここからね、必ず自分の人生をね切り開いていく上で、めちゃくちゃ重要になってくると思うので、まあ悔しい部分もあったと思うし、納得いかない部分もあったと思うし、まあ、勝負の世界っていうのはそういうもんだから、その中で、ね、あこうすればよかったな、あすればよかったな、その思いはプラスにして自分自身そのためにやってるから、だから今日ここに集まったみんなが次の、ね、ステップにつなげていくっていうところを一番、僕は求めてる。そんな形で、今日の敗戦、今日の悔しさ、できなかったことっていうのをね、生かしてもらって、で今日このその中でも難しい中でもできたことっていうところをこれからどん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 伸ばしていって、それをね、自分の強みに、本当の強みに、トップレベルで戦える、トップレベルで、人生を楽しめるっていうところの、きっかけにね、してもらえたらと思います。はい、今日はありがとうございました。